晩年の一ノ瀬雄三郎一ノ瀬雄三郎昭和7年6月15日は明治時代の司法官僚、十三美君に等。明治3年大村藩校新生として大学南校に入学、在学中司法省に出資し、法学校卒業後、明治19年要校し、ベルリン、パリを視察した。明治23年帰国し、長崎地方裁判所検事生。 横浜地方裁判所検事正、大阪地方裁判所検事正、広島高訴委員長、函館高訴委員長等を歴任した。大正2年東京に陰性し、昭和2年故郷大村に帰って、余生を過ごした。明治13年安政元年11月21日、非全国大村城外佐故郷に、大村藩士、一ノ関大門、辰則の次男として生まれた。 万円元年反抗後教官に日勤生として入学し、後に寄宿寮に移った。明治3年、後教官を訪れた、藩主、大村純紀の前で素読を披露したところ、城内広間に召され、東京遊学を命じられた。明治3年秋、長崎港から外国帰線で横浜港へ渡り、大村反抗申請として、大学南校港二科に入学。 杉浦茂武、穂積信主野村吉、川上金一、川原勝次、近海清を見等とと共に学んだ。その後、大学南高は、明治5年第一番中学、明治6年改正学校と改祖し、ユーサブ三郎はフランス語を教える、諸芸学部に属した。明治8年9月司法省名簿寮への転学を命じられ、ボアソナードにフランス法を学び、 卒業後も長く文通を続けた。明治9年8月美応防猟を卒業して、司法省に出資した。明治13年3月内記かずめ県小さかずめ。4月、翻訳家兼小さかずめ。5月、翻訳家兼生徒かずめ。12月、翻訳家兼民事局詰め。明治14年11月第6局詰め県第7局詰め。明治15年1月第1局詰め県第7局詰め。 明治16年9月6日判事に任じられ、9月7日、第7局詰め兼第1局詰め、明治17年7月16日初期局詰め。司法省で、ボアソナード講義の翻訳を手掛ける傍ら、広報学者で講義を持ち、明治14年9月から1年間、明治法律学校でもフランス民法売買法、陳貸借法を講義した。明治21年明治17年、 司法省法学校を卒業し、明治17年12月17日議事局員となり、初期局学務課を兼務した。明治19年1月20日東京市審裁判所詰め、7月10日市審裁判所判事となった。また、明治17年より法学校で民法証拠編の講義を担当した。明治19年在官のまま自費で要講し、ベルリンで司法行政、 裁判事務を取り調べ、また会計検査院設立のためらい読した同郷の渡辺昇の案内役を務めた。明治20年、第二回万国商法会議副委員として、ブルッセルに3ヶ月滞在し、明治22年、横田国を見、家宅に乗り、高木豊蔵をとうとパリに移り、司法事務を調査し、明治23年5月帰国した。 箱館高訴院長時代明治23年8月11日検事に転任し、同日長崎出身裁判所詰め10月22日検事制に上った。長崎では、判事、渡辺勲が脱獄衆と判明した事件、縁庫者、尾本領海の子、寿太郎の上海での殺人事件が印象に残ったと本人が回想している。 明治25年9月12日司法省参時間を命じられ、11月21日民警局を兼務。明治26年1月24日、長野地方裁判所2月20日と山地方裁判所へ出張した。明治26年5月29日横浜地方裁判所検事生を命じられた。横浜での勤務期間はわずかではあったが、領事裁判が行われる中、 日本人馬帝彦行助を銃撃したアメリカ人ウィレットを正当防衛とする判断に異論を唱え、また警部長吉田光三と共に売春業を行っていたアメリカ人ポーランドを領事に訴追した。明治27年1月11日を大阪地方裁判所検事制に命じられ、9月関西法律学校評議員となり、明治29年3月校長に推挙された。 大阪では、感謝裏の北の警察署で、剣道稽古に励んだ。明治27年10月刑法、改正審査委員会で審議中の草案を、大阪毎日新聞社員に見せたとして、明治28年6月12日検責を受けた。大阪高訴委員長を務めた、北畑春房とはしばしば対立した。明治31年6月28日、 広島公訴院検事長を命じられ、明治35年6月11日、広島公訴院長に昇進した。大審院が刑事訴訟の上告期間設定を告示すると、これに反対し、広島公訴院では期限を過ぎても受け入れることを、謳った。また、法廷での弁護士の席次を検事と対等とし、院内に継承箱を設けて、民意を聞いた。 明治42年2月17日、函館高祖院長を命じられた。明治44年8月20日、皇太子義人新郎を、高祖院内を案内し、翌日旅館で売食した。先の広島行刑でも配越していたが、皇太子はその特等のため顔に、見覚えがあったという。中西六三郎を中心として高祖院を札幌に移転する計画が立ち上がると、 札幌に乗り込んでこれに反対し、在任中の移転は行われなかった。市野瀬祐三郎万年院生の知事生、鳥の音も花の盛りも水木七79年1日の夢大正2年立憲政誘拐の思惑により、司法人事が一新されることとなり、4月22日休職を命じられ、牛込区市ヶ谷副長寺松院裏の自宅に陰性した。同僧、 杉浦茂武の表した地規八件を読み、数十年ぶりに休校を温めた。大正9年九中防重大事件が起こると、語学文書語用係となっていた茂武を助けて、解決に奔走した。日本中学校で協議員を務め、外国人と地方、売信法に反対する論人を張った。大正10年戦災、大正13年、杉浦茂武。 大正15年5歳を失い、東京で全くの一人身となった。昭和2年10月大村町に帰郷し、大村市別邸桜田屋敷に住んだが、昭和4年桜田屋敷が図書館に使われることとなり、7月16日、西大村諏訪豪人のうち770番地に引っ越した。大村では、松林飯山相南の石踏みの建設に尽力した。 昭和3年6月7日正式に退職した。昭和7年5月4日夜、風邪をひき、9日、肺炎に発展し、17日名詞に辞世を書きつけた。同年6月15日午前0時15分死去し、16日長アンデラ本堂で葬儀が行われた。戒名は、誠光院伝徳誉,誉れ清廉竜王大孤寺。すべて司法省造反。宴会を嫌い。 朝日川に視察したとき、藩等の用意した歓迎会への出席を拒み、料理等をことごとく無駄にした。乗馬が趣味で、広島時代に飼っていた馬を、広島市と名付けていたが、日露戦争に挑発され、騎兵連隊より代わりの馬を払い下げられた。函館でも馬で周囲を駆け回り、皇太子との売食の際も、馬の話題が多くを占めた。明治44年初夏。 後の丸い前裏の坂で落馬し、おしまげか両病院に入院した。若年より後を打ったが、長く、初段に先という腕前のままで、大村に隠居時は、長安寺の和尚等と教じた。陽光中はビリヤードに教じたが、腕前は上達せず、欧州人に見られないよう隠れて遊んだという。千歳住みこと、拓郎父、一の関太衛門達則は、 代々の大村藩士で、明治29年9月7日没。母は、渡辺正衛門女で、辰則3人目の妻だった。いぼ姉は、創生しいぼ、兄東一がいた。妻住子は、旧沼田藩士若松藩吉の長女で、明治16年結婚し、明治18年12月17日拓郎を産んだ。横浜地裁時代、妻子は、 京橋区鍋町に住んでいたが、拓郎に末期の腹膜炎が発覚し、明治27年1月27日溶接した。墓所は、あたごした天徳寺。東京に隠居中、大正10年3月17日妻住子が死去し、その妹の家父き向をメトルも、大正15年12月5日先立たれた。大村に帰郷後、母方の十枚の世話を受けたが、これにも先立たれたため、 その子、秀子の世話を受け、その追い渡辺くずを孫のように扱った。ありがとうございます。